結構あのボディービル歴とかトレーニング歴って、まあ、選手出しますけどあんま当てにならないですからね。そうですね、はい、結構こもって家でや結構やっててあっていう方もいるじゃないですか、はいはいはい、で本当になんかトレーニング始めてからの年数って、まあ、分かんないですもんね自分でもね、はい、家で出たて始めた頃がそうなのかとか、はい、ジム行き始めたからなのかって、はいはい、まあ、その辺はだからあんまり、はい、あれ当てにならないですね、はい。マスターズであの勝ってらっしゃる角田師範が最初出た時確かあの空手とかで散々もうトレーニングしてるじゃないですか。でもトレーニングで確か1年とか出てらしたんですのはずないですもんね。もうだからご本人にしてみるといわゆるボレキ、うん、ボディービルダーとしてやったのは1年だよっていうこと で、ね、なんかトレーニングの歴はもう30年か40年かやってらっしゃるだから本当あれ自己申告だし、ね、当てにあんまならない部分ですよね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。